1月27日、浅北区民文化センターで行われたイベント、浅北演劇空間。これは浅北区を拠点に活動する劇団の発表の場として開催され、今年で3回目。今回は2演目が披露されました。最初に披露されたのが劇団春一番とシアターユニット抹茶ウーロン合同での演劇です。今私がお願いしてるんだから邪魔しないでよ。おじいさんと嫌なだといい、あっち行ってよ。え、おじいさんがリーダーですか？ここにいるじゃない。だからもうあっち行きなさいよ。すみません。活動拠点でもある壁をテーマに作られたオリジナル脚本でこのイベントに参加していますが、今回は3作目となる再会地蔵という演目を披露しました。壁ってお地蔵さん結構あちこちありますよね。で、お地蔵さんがこうなんかこう頼み事頼まれて困ったなというところからなんか物語生まれないかなと思って考えました。まあ、この辺に住んでいる年寄りじゃ。願えば縁のあった人と再会できると噂の再会地蔵。そこに訪れた人たちと取材に来たタウン市の記者、そして地蔵を代々守っている女性が繰り広げるドラマを演じました。そして2演目目は壁公民館で活動している子どもミュージカルです。3年前に結成し、幼児から中学生までの子どもたちとその保護者が参加して活動しています。今回はメンバーおよそ30人が舞台に上がり、ピーターパンを演じました。子供たちがちゃんと言葉を覚えていてすごいと思いました。完成度が高いなと。孫を連れてきたんですけど、とても理解ができて喜んでました。うまくいったところはどこですか？全部です。脇役で人魚とインディアンで早着替えがあったので、そこが練習の時は間に合わなかったりして難しかったけど、今日はうまくできたしとても楽しかったです。たくさん人がいたのは緊張したけど、まあ自分の思い通りの演技ができてよかったなと思いました。